はい、こんにちは、レトスの小野です。4月23日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。45歳で引退したイチロー選手が引退会見でこのようなことを言っていました。最低50歳まで現役でやると本当に思っていた。それは叶わずで有言不実行な男になってしまったけど、そのことを言葉にしてこなかったらここまでできなかったかもなという思いもあります。だから言葉にするということ、難しいかもしれないけど、言葉にして表現するというのは目標に近づく一つの方法ではないかなと思います。このように言ってました。これを聞いた時に、卓球にもつながるものがあるんじゃないのかなと私自身思ったんですね。絶対卓球に合格するんだと言葉にして知り合いに伝えることで、自分自身にいい意味でのプレッシャーをかけ、勉強を地道に続けていく。やりたくない時もあると思います。そんな時に周りに合格することを言ったし、合格するためにも今日一日を頑張ろうと思えるのではないでしょうか。私は昔から目標を立てたら友人に言うようにしています。言った言葉はおおよそ達成しているので、目標を言葉にするというのも一つの手段じゃないのかなと私は思います。ぜひあなたも目標を言葉にしてみてください。では本日の3問に入ります。 A 所有の建物につき、 A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、移転登記後、引き渡し前に地震により建物が滅失してしまった。この場合、両者の席に帰することができない場合、買い主 B は売り主 A からの代金の請求を拒むことができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、×ですね。買い主 A は売り主 A からの代金の請求、これ拒むことができます。契約が成立して引き渡しをする前に、どちらの責任でもない事由、まあ、今回で言う地震ですね。これで、目的物が滅失した場合っていうのは、買い主っていうのは代金の支払いを拒絶することができるんですね。このどちらの責任でもない事由っていうのが、ここの部分です。両者の席に帰することのできない場合。ここの内容ですね。これちょっとわかりづらく書いてあるんですけども、両者、売り主、買い主の両者ですね。両者のどちらの責任でもないような理由が原因っていうことです。今回言ったこの地震ですね。地震によって建物が滅失した場合って話です。まあ、この場合、買い主 B 責任ありませんので、売り主 A から代金の請求があったとしても、それを拒むことはできますよと、まあ、いう話ですね。これ改正民法の内容でございます。で、この点については実は関連ポイントがあって、一緒に覚えていただきたいものがあるんですね。なので、ちょっとこの点についてはですね、個別指導で解説させていただきます。本試験で出題されてもおかしくない部分なんで、こういった部分を一緒に頭に入れていくってことが効率的な勉強なんですね。一つだけ頭に入れたとしても、もう一方が頭に入っていないと、もう一方が出題されたりするわけですよ。また、別々に覚えてしまうと、その関連性っていうものが分かっていない状況なので、混乱の原因にもなるんですね。なので、関連するポイントっていうのはちゃんと一緒に勉強するってことをぜひですね、日頃の勉強から行ってみてください。で、問い2に入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。クーリングオフによる申し込みの撤回または契約の解除は、売り主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては、もはやすることはできない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。で、クーリングオフと手付解除って別物なんですね。で、今回の問題文の相手方が履行に着手した後は解除できないっていうのは、買い主の手付放棄、もしくは売り主の手付倍返しによる手付解除の話なんですね。で、この手付解除の話ではないんですよ、今回の問題は。クーリングオフによる解除ができるかどうかって話をしていて、手付解除ができるかどうかは聞いてないんですよね。もちろん今回の問題文で言うと、相手方、まあ売り主ですね、今回売り主が履行に着手した後なので、買い主は手付解除はできません。手付を放棄して解除するってことはできないんですけども、クーリングオフによる解除っていうものは一定要件満たしたら解除できるんですね。つまり、クーリングオフによる解除と手付解除は別物なんですよ。したがって、今回の問題文で言うと、たとえ手付解除ができない場合であったとしても、クーリングオフによる解除はできますよっていうことです。で、問い3ですね。農地法です。会社の代表者がその会社の業務に関し、農地法の規定に違反して転用行為をした場合、
その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。丸か罰かという問題です。で、答えは丸ですね。法人の代表者、その他従業員が、その法人の業務や財産に関し、4条許可、5条許可、原状回復命令等に違反した場合、行為者に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に、処せられます。一方、法人に対しては1億円以下の罰金刑が科せられるんですね。つまりこれってどちらも科せられるんですよ。行為者に対しても科せられるし、法人に対しても科せられる。こういったのを両罰規定って言います。なので、今回の問題は丸だということですね。で、こう勉強を進める中でなんですけども、この法律用語どういう意味だっけ？そして調べてもなんかしっくりこないなとか、そういったことってありませんか？もちろん調べるっていう方法はあるんですけども、実はそれ以外にも方法があるんですね。で、それについては個別指導の特典である、究極の宅建合格勉強法。まあ、こちらをですね、無料でプレゼントしているんですけども、こちらの、テキストの21ページに記載されている内容があるんですね。その方法を使うと、法律用語、調べなくても理解できる場合があるんですよ。なので、もし個別指導、受講している方は、こちらのテキスト21ページですね。ぜひご確認いただければと思います。まだ個別指導を受講していない方は、ぜひですね、こういった特典もありますので、ぜひ受講していただければと思います。やはり、宅建合格するためには、短期間で実力を上げるってことがすごく重要なんですね。徐々に点数上げていくって、なかなか根気がいりますよね。早い段階で実力を上げた方のが、集中も切れないですし、効率がいいんですよね。なんでぜひですね、短期間で合格したいと、合格するための力をつけたいという方は、個別指導をご検討ください。そして個別指導の募集終了まで、あと4名となりました。まだ試験まで約6ヶ月ありますので、全く知識ゼロの方であったとしても、今から理解学習を行えば、今年の合格も十分目指せます。まあ、もちろん理解学習ができるっていうのが前提なんで、まあ、理解学習ができないとなかなか合格するのは難しいんですね。ただ個別指導ではその理解学習というものを、強制的に行っていただきますので、今年の合格も十分可能だということです。あなたが絶対今年合格したいと思っているのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこちらの真ん中の動画、こちらをご覧ください。で、個別指導のお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。